こんにちは、こんまりこと近藤麻理恵です。突然ですが、質問です。あなたのお家は片付いていますか？この度、私の著書人生がときめく片付けの魔法シリーズを改訂版で出版させていただくことになりました。この本の特徴は、一度片付けたら二度と元に戻らないこと。で、これを聞いてて多くの皆さんは、もうそんなことは絶対やりえないっていうふうにおっしゃられる方が多いんですが、絶対にリバウンドしません。これはどうしてかというと、私がお伝えしているこの片付け法というのは、ただ家をきれいにすっきりさせるための片付け法だけではなくって、片付けを通して自分の人生にとって一体何が大切なのかというのを考え直すための片付け法だからです。私の片付け法の特徴は、ときめくものを選ぶ。今、家の中にあるものから、自分が持っていて幸せになるもの、自分が大切にできるものは何なのか、そういう視点で物を選んでいく。これが、こんまりまさとの大きな特徴なんです。私自身のことをお話しさせていただきますと、私は5歳の時から片付けに興味を持ち始めて、とにかく中学生くらいの時から片付けの研究というのを続けてきたんですね。そして、片付けコンサルタントとしては19歳の時から仕事を始めてきていて、本当にたくさんの方が、片付けられなかった方が片付けられるようになっていくという様子を見てきました。その中で驚いているのは、やはり皆さん、片付けを通してその人の性格だったりとか行動パターンだったり考え方、そういったものが丸ごと変わってしまうということなんです。これは片付けを通じて自分にとって何が大切なのかという自分の価値観が見えてきたからなんですね。なので、その結果、片付け終わった方が、例えばこう転職に踏み切ったりとか、仕事を辞めて会社を辞めて起業されたりとか、あとはこう人間関係が変わっていく、例えばこうご夫婦仲が特に良くなっていったり、もしくはこう結婚に結びついたりというふうに、そんなふうにこう嬉しい変化がたくさんあったっていうご報告を片付けが終わった方からたくさんお伺いして、私はその度にもう片付けの力って本当にすごいなっていうふうに思うんです。私はこれを片付けの魔法というふうに呼んでいます。一人でも多くの方が片付けを終わらせて、片付けの魔法を体感していただく、そしてときめく人生を手に入れていただくこと、それが私の夢です。ぜひ人生がときめく片付けの魔法、読んでみてください。